美白2番、美白2番です。万民賛美美白2番、美白2番です。果てのない神の力、140番です。神の力の働き、I'm not afraid to die.
있습니다감사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 드리네만민賛美84番84番です。今日は愛する牧者の代わりにイミョン牧師がメッセージを取り次ぎます。礼拝のために祈ります。ハレルヤ、사랑의아버지、은혜와사랑에감사를드립니다。사랑의좋으신아버지하나님、여러분도우리의금요철화예배를저희들불러주심에감사를드립니다。우리아버지하나님께서홀로영광받으시는축복의예배가되게하여주옵소서。우리주예수그리스도이름으로기도합나이다。아멘。ただいまより黙祷によって金曜徹夜一部礼拝をお捧げいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アーメン。万民賛美31番を賛美いたします。31番、牧者の心2です。나는나의
ご一緒に祈ります。まず愛する同会長先生のために祈ります。愛の素晴らしい父なる神様、終わりの時たっとい牧者を使わせてくださって感謝します。神様の善と愛を私たちに表してくださって、罪について義について裁きについて教えてくださり、終わりの時誠の子供になって神様の心を感じて神様を愛するように導かれ感謝いたします。牧者の絶えない犠牲と愛の上に終わりの時、神様の御心をと摂理を繰り広げてくださり、私たちのために講義を積んでくださったその愛によって私たちがこのように変えられました。今も絶えないその涙と犠牲と愛を私たちの心に深く刻んで、牧者を通して現れる再創造の力によって、終わりの時神様が生きておられることを表して、また終わりの時数多くの人を救いに導くようにしてくださって感謝します。栄光をお受けください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。カナン聖殿、大聖殿建築のために祈ります。愛の素晴らしい父なる神様、その恵みと愛に感謝します。神様がたっとえ教会をお立てになり、牧者を通して神様の摂理と御心を実現していくように導かれ感謝します。清い心で神様の聖殿が立て上げられることを望んでおられる神様、本教会を通して数多くの人々が生きておられる生ける神様に出会って体験するように導かれ感謝します。神様の御業が多く現れ、多くの人々がこの業界を慕って来るように導いてくださる神様、終わりの時繰り上げられる神様の摂理が大きく現れ、国々から王たちが出てきて沖を光を放つ教会、神様に思う存分栄光を返す教会になりますように、それで新しいエルサレムの祝福の信仰になるように祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。メッセージを取り継ぐイミオン牧師と恵みを受けるために祈ってから、開始を代用してデゾン万民教会担任のキルテシ牧師が祈ります。愛の素晴らしい父なる神様、大いなる恵みと愛に感謝します。今日は愛する牧者の代わりにイミオン牧師がたっといメッセージを取り継ぎます。人の心構えというメッセージを取り継ぐ時、私たちの心と思いを尽くして霊と誠によって捧げる礼拝になりますように、メッセージを伝える時御霊に感じて満たされて伝えるようにしてください。
ださり、先生を支えてください。霊と誠によって礼拝を捧げるようにしてくださり、この清徹や礼拝を通して神様と主の心を感じて、その愛を感じるたっとい礼拝になりますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。사랑의아버지하나님아이노지친하루카미사마크신은혜와사랑으로오이나루메그미또아이によって私たちに命の道に導かれ感謝いたします。この金曜徹夜礼拝も恵みを慕って集まりました。神様の愛を満たしてくださいますように、父なる神様、すべての礼拝を通して栄光をお受けください。美しい香りを捧げ、霊と誠によって神様の前に礼拝を捧げるようにしてください。神様、栄光をお受けください。備えられた答えと祝福を受けるたっとい時間になりますように、礼拝を礼拝に妨げる勢力を追い出してくださり、心のを尽くして神様の前に捧げるようにしてくださり、肉の思いも砕いてください。父なる神様と交わる尊い時間、神様の愛と心を心に出して変えられ、神様に栄光を返す私たちになるように、共におられますように。私たちは牧者と一つです。牧者の教えと愛によって変えられました。新たになりました。このように天国を望んで走れるようになりました。罪と悪にはびこっているこの終わりの時、誰がこのように救いに導くでしょうか。牧者を立ててくださり、牧者の教えによって、命の御言葉によって、清潔のメッセージによって変えられました。再創造の力を繰り広げられ、また牧者を通して実現して実現しますように。またこの時間も全てが神様の摂理で叶えられると信じます。私たちは牧者の身です。牧者を中心にして、私たちは一つになって、牧者の力になり、力になる誠の身となりますように。この時間もこの心で満たされますように。今日は愛する牧者の代わりにたっといメッセージを取り継ぐイミヨン先生も支えてくださり、御霊に感じて満たされてメッセージを伝えるようにしてください。力あるメッセージ、命あるメッセージを思う存分伝えるように支えてください。私たちが恵みを受けますように、全国から全世界から自治へのを通して参加している全ての皆さんの上にも御霊に感じられますように。父なる神様、この礼拝を助ける全ての皆さんも支えてください、祝福してください。シャルム聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏も喜んでお受けください。特別賛美を通しても栄光をお受けください。司会を導くキム・ドンウォン牧師も支えてください。感動の司会になりますように。リブを導くチュソンギョル執事も強くしてください。父なる神様、全ての栄光をお受けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読します。コリント人への手紙第1、9章19節です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。アーメン。シャルム聖歌隊と西オーケストラが賛美を捧げます。静けき川の岸辺を、
특성이 있습니다. 특별 찬비です. 특성은 우형민 형제입니다. 兄弟です. 우형민 형제는 우형민 兄弟は 第22回 만민중고생賛美祭で 그랑프리를 受賞したことがあり 現在 서울대학音楽大学声楽科に 在学中です. 美しい新しいエルサレムを望んで走れるように導いてくださる父なる神様の愛に感謝して 神様がくださった曲 新しいエルサレムで栄光をお返しします。 아름다운 새 예루살렘 내가 소망하는 그곳 아버지 주님 목자와 함께 영원히 살아가는 다시 한번
하나님께 영광을 돌리겠습니다. 모이지도 에고 가시되 くださいTwoクリスタルシンガーズです。芸能委員会で力強くて熱い賛美で栄光を返しています。今日の賛美は神様が下さった曲「摂理」です。終わりの時、牧者を通して数多くの人々に神様の大いなる愛と摂理を表してくださって感謝し、牧者の愛の力で変えられた私たちが感謝と愛の心を込めて力強い賛美で栄光を返します。 Yeah!
摂理、다시 한번 하나님께 영광 돌려주시겠습니다. 모이지도 에코 가시되 ください. 아버지만 알아.
教会内外のニュースを伝える万民マガジンをご覧ください。今日は8月6日から8日まであった2018年万民夏のキャンプ2回目のニュースをお伝えします。2018年聖句クイズ大会8月26日スタート。
引き従うと祝福。聖句クイズ大会参加して報いを積んでプレゼントまで8月26日終日、50節さえ覚えれば予選通過、ラッキー券抽選ご一緒しましょう。今年のグランプリはまさに私、団体賞、応援などがいっぱい、旅行用バッグ、家電製品など商品楽しみです。皆さんご一緒しましょう。チャレンジしましょう。2018年無住、例の世界の祝福の門が開かれる。爆発的な神の力ある技、最適の天気の中、万民の祝祭、心の香りを込めた私たちの告白、最高の幸せ、最上の感動、2018年万民夏のキャンプ。万民の神様は2018年万民夏のキャンプ2日目にも大きな驚くべき恵みを注いでくださいました。全の大反転、万民は一つ、万民夏のキャンプ配当、最上の天気、最高の幸せ体育大会、全国的に30度以上の蒸し暑い天気の中、キャンプの場所は場所がある無住も34度の蒸し暑さで高温注意報まで出ていました。しかし万民が集まっているジャンピングパークは体育大会の前から雲に覆われて、爽やかな天井の風まで吹かせてくださって、運動しやすい最適の天気にしてくださいました。そう、大会長イスジン牧師の開会宣言で体育大会が始まりました。最初の競技は万民の協力パワーが感じられる綱引きです。女子綱引きの優勝は今年で6連覇を達成した一大大チーム。男子綱引きは二大大チームに金メダルが渡りました。6連覇しました。ハレルヤ。次は60歳以上の万民の熟年パワーが感じられる大玉転がし。女子は3代代が金メダルを獲得するという異変が起きました。男子は一つになった心とスピードで武装した一大大チームが優勝しました。私は万民協会に2年6ヶ月前登録しました。協会に来て8年間悩んでいた鼻詰まりも癒されて、今2年目大玉転がし選手として出てきて、今回ついに優勝しました。牧者ありがとうございました。優勝は三大大、牧者愛しています。万民生徒の注目を集める時間、100メートル走、女子は3代代の伊豆谷選手に金メダルが渡りました。
이어진 남자 100m 달리기 続いた 男子は 헌신의힘을 다해서 달리고 있습니다. 네. 어디 갔어요? 숨막히는 접전 끝에 이키즈마루 세센의 세 1대1의 다니엘 선수가 금메달을 獲得しました. 되게 기분이 좋아요. 嬉しいです. 다음에는 내년은 私の走っている姿を道果樹先生に直接見ていただきたいです。とても愛しています。最以上の天気、最以上の喜びの中で行われた2018年万民夏のキャンプ。ソウルでは日傘を差していてもとても暑かったし、エアコンなしでは耐えられない天気でしたが、ここは厚い雲に覆われて、牧者が私たちをどれほど心に抱いておられるのか、あまりにも牧者の心が感じられて幸せです。牧者ありがとうございました。とても涼しいです。終始26度のおあつらえの天気と、空にはハート型の雲をはじめかような形を見せてくださいました。今年もトンボさんが現れて、私たちの幸せと喜びが倍になりました。トンボさんが私に聞いてくれました。ありがとうございます。トンボさん愛しています。牧者愛しています。トンボさん恵みを受けて帰ります。また全国と全世界の各地から海外の要人や生徒が参加して、世界的な体育大会になりました。ケニアで GCN を通して万民夏のキャンプに参加して嬉しいです。私は去年キャンプに参加して体育大会の MVP 選手に選ばれたことがあまりにも楽しくて幸せだった瞬間でした。私たちは牧者を愛して牧者のために祈っています。今日体育大会はとても爽やかで楽しいです。本当に驚くべき不思議です。もちろん互いに勝とうと競合する競技ですが、その中で互いに配慮して愛していることが見られます。キリストにあってどれほど一つになって和やかなのか見られます。マーミンファイト、愛しています。新しいエルサレムへの私たちの旅、長距離走。한마음으로또굉장히잘달리는선수였는데작년에캐더린선수의출연으로인해올해는여자시와조시6시반시12시오마리마스마지막한바퀴중에올리는가운데이재하선수가선두를치고나오고있습니다그대를우세기선수가달리고있고요이재하선수빠른속도로네마지막바퀴달리고있습니다그대를우세기선수역시네첫번째로이재하선수통과했습니다이재하우리의3대대 네, 경기시작됐습니다長い時間運動場を走る競技だから、父なる神様は特に雲で超大型日よけシートを作ってくださって最適の環境になりました。이용국선수를중심으로앞으로갔다가뒤로갔다가선수들이네그렇게좀가고있네요이세혁선수와이홍국선수가지금
선두를 달리면서 이용국 선수가 치고 나왔네요. 아, 이용국 선수. 마지막 한 바퀴 남은 종이 울리면서 이용 선수 들어오고 있습니다. 그들이 이어서 2위로 임경민 선수. 아버지 하나님의 크신 사랑. 父なる神様の大いなる愛を感じながら超距離走は男女ともに三大大チームに金メダルが渡りました。 初秋のような天気でした。天気はとても良くて記録が伸びたし体の調子も良くて全ては完璧でした。先ほど長距離走をする時雲の影を作ってくださったことを見ましたか。長距離走をする時は確かに雲の影がありましたが終わってからまた二光が出るでしょう。いつも私たちと共におられる牧者の神様に感謝と栄光を捧げます。 감사와 영광을 올려드립니다. 팽팽한 예선을 거쳐 각출시타 예선을 했대 우대즈모노 결승전이 広がりました. 여자 65kg 미만では 이다이다이노 마리아 시마이가 레디고 레디고 65kg 이상에서 65kg 이상では 이다이다이노 바지니아 스티니 금메달이 왔다리ました. 비탈리 우승 기도 어디 갔나요? 男子75kg未満では3代代の保存人生徒が75kg以上では3代代の本日の兄弟が金メダルを獲得して父の神様に栄光をお返ししました。 もっと頑張って新興生活するようにとくださったと思います。本当にありがとうございます。次は体育大会のハイライト、リレーです。見る人々の笑顔を誘う男女子供と中高生の競技。男子は地球界チームに 女子は三大大チームに金メダルが渡りました。長距離走の受賞をして降りてくるとき地面の触れたところで右の足をくじいて、その次のリレーは走れないところでしたが、イミオ先生が祈ってくださってよく走れて1位になりました。牧者が愛の心で抱いてくださったのが、たくさん感じられました。 天井の風に乗って優勝した三大大司教会ファイト。競技시작했습니다。다음으로진행된次は女子シノシモベのリレー。강승기선수가달리고있습니다。金村선수네네자삼대네金村선수그뒤를追고있습니다。우리이대대이대대임금선수가요네발자조민경선수심부름선수가달리고있습니다。 2대대조민경선수앞으로주고나올거도진의네마지막주자입니다네과연누가승리를했구나이럴수가아니3대대3대대팀의우승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 3
しもべの大活躍で大きな幸せがプレゼントされました。다시일어나셔서아우리그런엄친아선수넘어지셔서또일어나또일어나셔서아지금박근현선수엄친에서세번째로달리고있습니다선수아주영철선수남자주혜종계주는男子は偉大大チームが金メダルを獲得しました。読者と共に世界選挙を果たす神の力を行うしもべになります。2018年万民夏のキャンプ体育大会最後は青少年リレーで飾りました。一つになった万民、私たちの熱い熱情を見せてくれた男女青少年リレー。女子は地球会チームに선수가우승입니다
도전하나요? 지금 선수 힘 빠지면 안 돼요. 김민호 선수 힘 빠지면 김민호 선수. 안 돼요. 자, 1대대 신총명 선수가 달리고요. 1대대 선수가 달리고 자, 1대대 진원효 선수. 네. 네. 머리를 지금 묶고 진원효 선수. 자, 이성희 선수 있습니다. 2대대 달립니다. 2대대 이호승 선수가 달립니다. 자, 고기현 선수에 이어서 유승환 선수 오래 달리기. 자, 마지막이네요. 자, 임경민 선수 끝까지 잘 달리셔야 됩니다. 네, 2대대 임경민 선수가 남자 청장년 계주 단시와 의다이다이 팀이 금메달이 왔습니다. 독자의 공간 안에 하나가 시교회 의다이다이 화이트 체육대회의 또 다이크 대회의 모이토츠의 요로코비 푸짐한 행운권까지 준비되어 용이 사레타 라키 게임마데 아테 와타시타치노 모토 시아세니 쿠레마시테 쿠레마시타 2018년 마미 나츠노 캠프 다이크 대회의 유쇼와 산다이다이 팀 MVP는 MVP와 산다이다이의 이온국 세토와 이제아 시마이가 주쇼して 미나가 이쇼니 요로코비와 같이하이마시타. 독자의 메구미데 산다이다이가 유쇼して 본토니 아리가토우자이마시타. 와타시타치 다케데나쿠 이지다이다이 이다이다이 지교카이 민나노 쇼리다토오모이마스. 마미나 쇼리다토오모이마스. 할렐루야. 오늘 행복하셨나요? 今日 幸せでしたか? 날씨는 어땠어요? 온도계를 見せてください. 26.3도 45% 서울에서는 夜明けにも このように 기온이 下がらなくて 熱帯夜で 大変でしたが 今 마일なのに 父なる神様の愛を たっぷり感じています. これで 2018年 万民夏のキャンプ 体育大会を 閉会いたします. 先生、体育大会とても幸せでした。満民体育大会最高。牧者の空間の中で幸せでした。体育大会の後、キャンプ場には雨が降りましたが、キャンプファイヤーのためにさらに涼しい天気になるようにしてくださった父なる神様の細やかな愛が感じられました。 牧者の愛の空間 キャンプファイヤー 8월 6일 오전 8월 6일 午前 2018년 만민 낮의 캠프 キャンプファイヤーの 최종 리허설이 있었습니다. 해를 가려주신 태양을 각시해 주셨다. 구모와 사와야카나 텐조의 바람에 지친하루 카미사마의 아이를 감지하며 수지식으 연습했습니다. 2018년 마미 낮의 캠프의 코시 이스진 복시를 하지매 예능위원회의 활동인과 방송 스태프는 1곡 본방의 최선을 다해 연습했습니다. 연습 도중 산비시테이타 이스진 복시의 테니 톰보가 도마테 캠프파이어가 사라니 기대사레마시타. 목자의 희생과 아이에 変えられた 만민. 하나님을 하나님을 대지니 아이스를 생徒たちが 思う存分 父の 미나를 高める 天国の 宴会が 繰り広げられました. 만민의 喜びと 感謝の 香り 父なる 神様に 思う存分 賛美を 捧げる 時間 世界的な賛美リーダー、イスジン牧師、楽しみです。キャンプファイヤー楽しみです。期待します。ハレルヤ。マンミン、ハレルヤ。全世界のマンミンの生徒の皆さん、ようこそここに来られました。
金冠アンサンブルとパワーワーシップチーム、グローリーワーシップチームの熱い特別賛美でキャンプファイヤーの幕を開けました。8月7日夕方、2018年万民夏のキャンプの講師イスジン牧師の導きでキャンプファイヤーが始まりました。万民の生徒の皆さん、私たち皆が感謝の香り、喜びの香り、愛の香り、賛美の香りを捧げて父なる神様の心を感動させましょう。この時間、この空間に牧者の霊が共におられると信じます。私たちの愛の告白を喜ばれて、また思う存分慰められると信じます。父なる神様、主、牧者、愛しています。ありがとうございます。お会いしたいです。万民の生徒は父なる神様の摂理を信じて喜びと感謝で賛美を捧げました。私たちの主が歩まれた十字架の道、私たちを耐え忍んで待っておられる父の愛、今も私たちのために祈っておられる牧者のその愛、犠牲を思いながらご一緒に賛美します。とても慕っていたので、ここにいるというのがとても嬉しくてとても幸せです。夏のキャンプは牧者の愛の表現です。韓国語で歌う賛美は私の心を喜びで満たしてくれます。私は韓国語がよくわからないのですが、牧者の心を表現してくださるイスジン先生の愛が十分感じられました。キャンプファイヤーの時、牧者のことをたくさん思い出しました。今回のキャンプには牧者と一緒ではなかったけれど、私たちは牧者の愛の空間の中にいるから、牧者が毎時間毎秒またどこでも私たちと共におられるのが感じられました。私たちのために長い歳月の間たくさん涙を流した牧者、万民の生徒は牧者に再びお会いするその日まで美しい牧者の身として変えられることを決心しました。イスジン先生が賛美をし始めるとき、霊の目が開かれて先生の後ろに十字架が見えました。その後、舞台の上に設置されたスクリーンで本当に十字架の映像が出てとてもびっくりしました。
例の目を開いてくださって、スクリーンから出る十字架をあらかじめ見られるようにしてくださって、とても幸せで心が浮き立って、また万民賛美を歌うときは伊勢神先生の手から光が出てくるのも見ました。牧者の教えに従って新しいエルサレムに入れるようにもっと頑張ります。私たちにくださった使命、全世界の万民を救うこの使命を牧者と共に実現していきます。牧者の声で花火ショーが始まりました。美しい花火を見ながら私たちは幸せでした。また私たちをご覧になって幸せになる牧者がもっと思い出されました。花火の時、空から私たちをご覧になる牧者の姿が写真に撮られて、いつも魂を愛の心で抱いておられる牧者の愛が濃く押し寄せてきました。光の声重唱団とクリスタルシンガーズの特別賛美でキャンプファイヤーリーブの幕を開けました。さあ、今から美しい牧者の城へ出発。
직장인과 함께하는 그런 느낌이었고요. 목사도 동원이 일요일でした. 오늘 花火も 사랑이 스테키데 幸せでした. 너무 誇らしいです. 이세진 선생, 오츠카레사마데시타. 목사님, 오아이시타이 세츠나루 코코로가 아리마시타가, 이노요니 이쇼니 산비시타라, 목사도 동원이 일요일で, 혼토니 의미부카이 시간데시타. 목사, 토테모 오아이시타이데스. 아이시테이마스. 幸せな賛美を捧げながら生徒の皆さんの心には新しいエルサレムへの希望が加わりました。まるで新しいエルサレム牧者の城に来たような喜びと幸せでさらに恵みあおれる万民。同じ時間、全国的に酷暑や熱帯夜が続いている反面、キャンプファイヤーの場所は23度の涼しくて快適なおあつらえの天気にしてくださいました。キャンプの場所を除いた隣の地域には多くの雨が降って五線の地のように守られたことが確かなものになりました。キャンプファイヤーの場所には雨が降らないのに、ここは大雨が降っています。私たちに幸せと喜びをくださる方、癒してくださり応えてくださる素晴らしい父なる神様、主、牧者、とてもお会いしたいです。私たちの熱い心をジーザス賛美で父なる神様に栄光をお返ししましょう。ジーザス賛美でジャンピングパークの熱気は最高潮に達しました。イスジン先生が力を尽くして情熱で賛美するとき、牧者をとても思い出しました。ジーザス賛美をするとき涙を流されて私も涙が出ました。牧者が私のために満たしてくださった講義に私も必ず報いを変えられようと決心しました。熱い私たちの心をもう一度父なる神様に賛美で栄光をお返ししました。
とてもお会いしたい牧者一緒ではなかったけれど愛で空間を開いて私たちに驚くべき祝福をくださいました。本当にたくさん涙を流して幸せにジャンプしたと思います。最後に愛しています万民の聖徒よを賛美するとき牧者の心がもっと感じられました。伊勢神先生が牧者の心で一人一人を心に抱いておられるのが感じられました。私もそんな心になりたい、牧者の心になりたいと思いました。キャンプの間驚くべき印と不思議で表してくださった愛する牧者の愛を心に深く刻む時間になりました。牧者の心を代わりにお伝えします。愛しています、愛しています。新しいエルサレムに必ず一緒に行きましょう。最高でした。父なる神様の愛と主牧者が私たちといつも共におられると確信しました。初日の教育から最後のキャンプファイヤーまで牧者の力で変えられるという確信が感じられました。行えるという力が与えられました。クリスチャンの母から生まれて信仰生活しましたが一度も信仰生活について恣意的な自発的な姿がありませんでした。今回のキャンプが私にとってこれから本物の信仰生活、神様の誠の子供となれる、そのようなたっとい祝福の時間になって本当に忘れられない2018年キャンプだったと思います。今回のキャンプは初日の最初から気温や風、温度全てが最上でした。とても幸せなキャンプでした。2日間牧者の空間の中で牧者の愛をたくさん感じたキャンプでした。いつよりももっと速やかに変えられようという心で胸いっぱいに感動があおれました。賛美も全てが足りないことなくとても光栄です。私は水曜日に高圧帯で出発しましたが月曜日と火曜日とは違って水曜日には再び日光が熱くなりました。風も熱い風が吹いて毎年体験しているのですが牧者の空間の中でおあつらえの天気25度26度、月曜日と火曜日は牧者の神様が強く働かれて愛で支えてくださったことを体験しました。牧者の愛が感じられたマミ夏のキャンプ幸せでした。今日とても幸せでした。来年また会いましょう。牧者愛しています。ハレルヤ。사랑하는 목자님을 대신하여 愛する牧者の代わりに이미영牧師が使徒の心構えというメッセージを取り次ぎます。샬롬성가대の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございました。우영민兄弟とクリスタルシンガーズ特別賛美とアンコールありがとうございました。
満民マガジンを制作してくださった GCN 放送ありがとうございました。今日金曜徹夜礼拝にはロシアで働いておられる自由宣教師が礼拝に参加しておられます。お立ちになる時温かい拍手で歓迎してください。夏のキャンプを準備しながら生徒さんとこのような話をしました。道海寺先生がどれほど心に抱いておられるでしょう。とても幸せなキャンプになるでしょうと楽しみにしていると言いましたが、キャンプ場に到着してとても感動しました。涼しい天気でトンボさんが手に止まるのを見てとても感動しました。そして初日リハーサル10時から12時まででしたが、12時はとても暑い時間ですが、11時から12時までの方が涼しかったです。風が吹いていましたが、私はソウルで使っていた扇風機を持って行きましたが、リハーサルの時ジャンプしていたのですが、とても爽やかな風が吹いてきて涼しかったです。それでとても幸せで、どの時よりも牧者がもっと心に抱いてくださるんだと思ったのです。それで生徒の皆さんと話をしながら、今年は気温は26度にしてくださるでしょう、トンボもたくさん止まるでしょうと言ったのですが、実際その場でそれを感じて、牧者がこんなに心に抱いておられるんだと思ってとても感動しました。皆さんもそうだったのですね。夏のキャンプの時、牧者の愛と神様の愛を感じることができました。今日は使徒の心構えについて伝えます。使徒パウロは第二次宣教旅行の中でコリント教会を開拓して治めていて、後任者のアポロに教会を任せて宣教旅行に行きました。当時ギリシアの最高の商業都市で港都市だったコリントは、物質的には繁栄していたのですが、空上礼拝と道徳的な堕落がはびこっていて、その余波が教会にまで及びました。コリント教会は使徒パウロが伝道して開拓した教会の中で一番大きい教会で、一番多くの恵みを受けたのですが、一番多くの問題点を抱えていました。それで当時の教会の中で一番争いもあり、問題もたくさんあった 教会でした。コリント人への手紙第1は、第3次選挙旅行の中でエペソにいた使徒パウロがコリント教会の中の争いについて聞いて、もどかしい心で送った手紙です。今日の本文、コリント第1コリント9章は、パウロが自分が使徒としてどんな心構えでその務めを果たしているのかについて説明しています。まず使徒ですが、使徒の権利を用いない理由とそれについての報いについてです。そして使徒として全ての人の奴隷となった理由について説明しています。そしてですから、あなた方も走りなさいと進めている内容です。愛する生徒の皆さん、使徒の心構えについて聞いて、私は使徒でないから私とは関係ないと思わないで、神様が望んでおられる使徒の姿を慕って見習っていく幸いな皆さんとなりますように。使徒パウロはまず一節で、私には自由がないでしょうか、私は使徒ではないのでしょうかと言っています。神様は全ての人に自由意志をくださいました。そして私たちが主を受け入れれば、主にあって自由を味わうようになります。神様が人間工作を計画され、エデンの園に善悪の知識の木を置いた時も、アダムとエバがその実を取って食べる自由もあるし、食べない自由もあったのです。ただし食べると必ず死ぬという戒めをくださいました。このように自由意志があったので、私たちが神様を信じるか信じないかも自分の選択によるものです。そして神様は私たちに聖書66巻の御言葉をくださいました。その御言葉の中には、祝福と呪い、問題の解決と癒しの方法も神様が望んでおられることも記されています。しかしその御
御言葉を信じるか信じないかは 各人の自由です。御言葉を読んで聞いて知っていたの知っていてもそれを行うかそうしないかは自由です。教会に通うことも自由であり通わないことも自由です。礼と誠によって礼拝をするか祈り盛りをするかも自由です。しかし御言葉を信じて御心を知っているので肉の思いを打ち砕いて切なる心で礼拝して祈るのです。ある方が金曜徹夜礼拝に来ました。朝から夜まで会社で仕事をしてあまり休めないまま金曜徹夜礼拝に来たのです。この方はあまり休めなかったし一日中忙しかったので居眠りをするようになりました。眠くなった時そのまま居眠りをするのかも自由です。そしてそうしないでもっと心を集中させて礼拝を捧げようとするかそのように心を守るのも自由です。私たちはこのように自由意志がありますが真理を知っているので御言葉通り礼と誠によって礼拝しようとするのです。また体の疲れにも勝たなければならないのです。礼拝の始まりから終わりまで礼と誠によって集中して捧げる日もありますがそうでない日もありますがその体の疲れに勝てる自由意志を持って選んでいけば神様が力をくださるのです。使徒パウロにも自由がありました。一生懸命働かない自由もあるし飲み食いする自由もあるしまたは自制して飲み食いしない自由もありました。パウルにはこのような自由がありましたが使徒としての道を選びました。イエス様のために鞭で打たれて迫害されても神の働きをする使徒の道を自由意志によって選んだのです。使徒とは前回も伝えましたが神の忠実なしもべであり完全に御心に従って死ぬ覚悟を持って神様に栄光を返す誠のしもべのことです。主のしもべだからといって誰でも使徒でないし皆が栄光を返すのではありません。神様が共におられ神の生きておられることを伝える人が使徒として神様に栄光を返すことができるのです。マルコ16章に信ずる人々には次のような印が伴いますとあるように印が伴うようになるのです。初代教会の時これを通して福音が日増しに大いに伝えられたし全世界サマリアと地の果てにまでこの福音が伝えられるきっかけになりました。このように印と不思議を通して生きておられる神様に栄光を返し生徒を誠の信仰と永遠の命の道へ導く主のしもべに使徒としての資格があるのです。ですから使徒パウロは自分に自由がありながら神の使徒だと言っているのです。彼は自由人である同時に使徒なので自分の思い通りにしないで主にあって完全に神の御心と真理を行ったのです。使徒パウロはダマスコに行く途中主に出会った後から神様と共に歩みました。絶えず祈り答えられ体験して神様を見つけていきました。聖書を読むとこれを私は主イエスを見たと表現しています。使徒パウロは行くどころはどこでも一生懸命神の福音の言葉を伝えてこれを通して福音によってあなた方を生んだのですと言った通りその証の身として多くの生徒が救われました。それでコリント教会の生徒に向かってあなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかと言っているのです。第一コリント9の2ではたとえ私が他の人々に対しては使徒ではなくても少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることを証人ですとあります。使徒パウロはコリント教会の人々に福音を伝えて印と不思議を通して神様を信じて永遠の道へ行くように導きました。ですから福音によって生んだ彼らにとって使徒パウロは確かに使徒でした。ところでここでたとえ私が他の人々に対しては使徒ではなくてもと言っているのは神様を知らない異邦人たちは使徒の意味がわからないし使徒パウロも使徒と認めないからです。
ですからこう表現しているのです。また主を信じるとしても真理を知らない人やコリント教会の聖徒でない人々はパウロにあなたがどうして使徒なのかと言うかもしれません。なぜなら当時異邦人たちに福音を伝えていたパウロについてパウロは割礼をしなくてもいいと伝えている、だから間違っている異端だといろいろ言われていたからです。しかしコリント教会では神の御言葉を正しく教えたし植えつけたので、その御言葉をよく家庭として信仰を持った生徒なら当然パウロが自分たちの使徒であることを認めるしかありませんでした。それであなた方は主にあって私が使徒であることの証人ですと言っているのです。万民の働きも同じです。牧者は自由意志によって完全に神様の御心だけを選び真理だけを行いました。しかし真理を知らない人々は世の物差しを持ってああだこうだと言います。しかし神の御言葉を糧として信仰を持つ生徒は牧者の生き方を神の御言葉に照らしてみれば見るほど感謝と希望があふれるでしょう。牧者は私利私欲を捨てて自分が味わえる自由まで諦める生き方をしました。自分の家族、自分の時間を諦めたのです。神の御心ならただはい、アーメンでした。牧者はいくら些細なことでも心を尽くさなかった時はありません。開拓以来休みたいと思ったこともありません。自分のためにおいしいものを食べて良い服を着ようとしたこともなかったし、どうすれば神様に栄光を返そうかと思いました。去年祈祷委員長先生が70歳を迎えました。祈祷委員長先生は朝は祈祷員の集会を導いて、昼は生徒の相談に乗り、夜はダニエル哲也祈祷会を毎日導いています。それで委員長先生は70歳のお誕生日だからその時旅行に行きたい、1ヶ月ぐらいの自分の時間を持ちたいと思って道会所先生にそう言いました。道会先生は何の答えもなかったのです。祈祷委員長先生が本当に70歳になるまで毎日祈祷会を導いて苦労してきたので1ヶ月ぐらい休みたいと言っても道会先生は何にも答えてくださらなかったのですが、私たち3人の娘がその70歳のお祝いをしたのです。その時道会先生が代表で祈りましたが、神様に祈りました。父なる神様、委員長が70歳のお祝いで旅行に行きたいと言っています。しかし1ヶ月間その席を開けておくなら生徒の皆さんはどうしましょうと、このように神様に祈っておられるのです。それでろうそくに火をつけておいて、それがほぼ消えるくらいになっても先生、道家寺先生の祈りは終わらないんです。それで祈祷委員長先生が、先生私行きません、行きませんと、もう祈りを終わらせてくださいと言ったのですね。それでそれがどれほど祝福なのか、信仰によって毎日祈祷委員の集会と祈祷会を導いたことが天にどれほど大きい祝福と報いになるのかと言ってくださいました。私たちにはそのような時間もあるし休暇を取ることもできますが、道家女先生には休暇もありませんでした。何としてでも神様にもっと捧げようと思っていました。そして財政が入ってくると旅行に行きましょうと言ってくださったのが10年前もまた20年前もそうだったのです。生徒の皆さんがその時になれば2週間ぐらいはくださるでしょうと、ただ神様の御心を信じてその神の時を待っておられる姿です。牧者の姿はいつもそうでした。その心が神様の御心に向かっていて、魂のためにまた神の働きのためにだけでした。祈祷委員長先生の生き方もそうでした。祈りで自分のすべてを捧げる時間だったのです。それで院長先生のためにそのお祝いで休みをあげることもできますが、しかし天の報いを望みながら神様にそう祈ってくださったのです。私はこの時間を通して牧者が歩まれた時間をもう一度思い出しました。どのように生徒のために祈ってくださり、どのように捧げてくださったのかをもう一度
変わりました。自分を完全に渡して私を習うものになってくださいと大胆に言った使徒パウロや牧者のように、私たちも自分に自由があっても神の国のために主のために捧げなければならないでしょう。人の心構えで言った使徒パウロは自分の権利を用いませんでした。しもべには自由がありません。自分の自由意志を諦めるのです。しもべが聞き従わない理由は私心と肉の思いがあるからです。従わないしもべは誠のしもべではありません。主のしもべは名誉や権勢、富を欲しがってはいけません。自分と自分の家族より教会と生徒を優先しなければなりません。また自分がよくやったと認められようとしてもいけないし、認められたい、自慢したいと思うことは私心だから、このような心は捨てなければなりません。主の働き人が生徒を自分のものだと思ってはいけません。自分が頑張ったから身を結んだと思ってはいけません。たまに主のしもべが生徒に主イエスではなく自分を植え付ける場合があります。主のしもべはいつも自分を無にして、私はただ道具に過ぎないと思わなければなりません。自分というものはなくなり、ただ神様と主と牧者がおられるように、牧者の行う神の力が現れるようにしなければなりません。主のしもべは神様が行きなさいと言われれば行き、泊まりなさいと言われれば泊まるのです。委ねられた使命を果たして主に似せられなければなりません。ある人は自分は霊的なことをしたって御霊の人に近づくと思うかもしれませんが、その目的は何のためでしょうか。その姿と言葉と行いを見習って自分も御霊の意味に入るためでしょう。つまり御霊の人のニューワーな言葉遣いと行い、霊の愛、魂への愛、そして私心欲がない心などを見習おうとするでしょう。しかしその方を助けると権勢を得られるだろうと思ったり、御霊の人のそばにいるから私も御霊の歩みにすぐ入るだろうと思ってはいけません。時には一生懸命牧者と御霊の人に付き従っても霊的に発展がない場合もあります。これは自分が欲しいものを得るために近づいたからです。御霊の人の姿を見習って、私もそのように謙遜になろう、そのように祈ろうと見習おうとしなければならないのですが、ただその人のそばにいて何か得ようとするのです。自分が欲しいものを得るために近づくのです。御霊の人と親しくしていれば他の人に羨ましく思われて尊敬されるだろうと思ってもいけません。その人々がどれほどへり下っていて、どれほど火のように祈って神様を愛しているのか、そのような姿を見習おうとしなければなりません。いつも使徒の心構えで自分が用いられる権利さえ諦めることができますように。新約時代に外部からだけでなく、コリント教会の中でも互いに妬み、そねみ、そねむ悪い人々と、また真理を知らなくて使徒パウロを裁く人々もいました。どうしてパウロは結婚しないのか、どうして食べないのか、または食べるか、なぜ割礼しなくてもいいというのかなど言いがかりをつけて問い詰めていたのです。イエス様の十二弟子のうちイスカリオテユダがいたように、いくら使徒パウロが正しく教えたとしても教会の中で裏切る人もいたし、彼を妬み曽根む人もいたのです。印と不思議で神が生きておられることを伝えたのですが、悪い人々はこれを受け入れませんでした。使徒パウロは第一コリント9の3から4で、そのような人々に向かって、私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうかと言いました。彼らが非難して問い詰めることについて答えています。ここで私たちとは、パウロと一緒にいたパルナバだけでなく同僚者たちも含めて言っているのです。パルナバとパウロ、そして同労者たちは自分の時間を持つことも自由があったのですが、しかし飲み食いする権利がないのでしょうかと言っているのです。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケバなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうかと言っています。
使徒パウロにも自由がありました。権利もありました。そして他の人たちやペテロのように結婚して妻を連れて歩く権利がなくてそうしたのではないと言っているのです。ここで他の人とはイエス様の十二弟子のほか使徒と呼べる人々のことです。主の兄弟たちとはヤコブ、ヨセフなどイエス様の肉の弟たちのことです。そしてケファとはペテロの別名でイエス様の一番弟子だったので記しているのです。ところで他の使徒が妻を連れて歩いたからといって誤解してはいけません。彼らがのんびり旅にしに行ったのではなくて継ぎ越しの祭りや会議の席に招待されて同席したことです。6節、それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうかと言っています。彼らにもそのような権利があるのですが、それを諦めたということです。彼らにも休みを取りながら楽に働く権利がありました。しかしそうしなかったのは主を愛したからです。そして魂を愛したので少しゆっくりする時間もなく迫害されながら生活のために働きながら夜昼休まずに宣教したのです。使徒パウロは私にも自由があってこうすることもああすることもできるし飲み恋する権利もあるしゆっくり休んだり結婚して妻を連れて歩く権利もあるけど私が忍耐して自制してそうしないのは神様を愛するから。神の働きをもっとたくさんして人としての使命をもっとよく果たすためだとこのように説明しているのです。避難している人々の中で堂々と告白しています。今の教会の祝福の家庭の時間を過ごしていて私たちはどうしているのでしょうか。一番思い出される方は道会長先生でしょう。道会長先生の36年間どのように生きてこられたのか、その生き方をずっと思い出しているのです。道会女先生は祈りと断食、そして魂のため断食で生きて魂のために自分のすべてを渡してくださったので、私は最近そのようなことをもっと心に刻んで私もそのような主のしもべになろうと自分自身を顧みて悔い改めています。牧者は主のしもべとして召された後自分の生活と自由意志、とても大切な妻と娘たちも神様にすべて捧げました。主が来られる日が近づいているのを知っていたので子どもたちに神様を第一に愛するように教えました。開拓して36年間飲み食いすること、どこかに行くことも思った通りにする自由はありませんでした。火のような試練がやってくることを知っていながら神様がその道を行きなさいと言われればただ聞き従ってその通りにしました。休むことなく前だけ走ってきたのに多く裏切られ不当に苦しみを受けても決して大変だとつぶやいたことはありません。不満を抱いて祈ったこともありません。神様を悲しませることは想像もできませんでした。父なる神様は私が神様を探さなかった時まず見てを差し伸べて招いてくださったといつも告白しておられます。私を救ってくださった神様の恵みを一瞬も忘れられなくて感謝するだけだと言われました。神様の恵みに報いるためなら命まで捧げることができると言われました。神の力が現れて神様が共におられる時ではなくて初心のものの時からただ神様の恵みに感謝して自分の命までも捧げると告白したのです。天の報いを知らなくても忠実に使い尽くしたはずです。見返りがなくても楽しくて幸せだと、いただいた恵みがあまりにも大きくて命を捧げても惜しまないと言われました。牧者はそのような生き方をしたのです。自分の権利を用いるのではなくてただ神の栄光のためにいつも御心だけを思いました。私たちは神様だけで心を満たすべきです。私はある時は眠れない時もあるし食べられない時もあってずっと涙だけを流していた時もありました。しかし道会女先生はどうなさったんだろうと思ってみました。道会先生はけしからんと思って理解できなかったでしょうか。そうでないんですね。生徒のために愛を持って祈っておられるだろう、神様がくださる祝福を信じて期待しておられるだろうと思うと私も元気が出ます。私たちが
経験していることは道海上先生が会っていることと比べれば100の1にもなりません。牧者はただ神様により頼んで愛を持ってその道を歩んでおられます。ですから私たちは牧者の心を思いながら自分の欠けたところを満たしていきますように。牧者は一度癒してくださった神様の恵みに感謝していつも神の御心だけ探し求めました。それで一生懸命戒めを守ったのです。初めて参加したリバイバル聖会でメッセージを聞いた後すぐ完全に私立を守り自分の献金を捧げて時間さえあれば一生懸命伝道しました。教会に行く途中10分15分くらい歩いて行きましたが道海女先生と祈祷所先生とゲームをしながら行きました。十字架を数えながら教会にまで行くのです。互いに十字架を先に探すゲームをしたのです。そして次は違うゲームをします。道海先生と祈祷所先生と一緒に教会にまで行くその道で今私たちはカバンの中に聖書を入れておきますがその時は手に持って教会に行く人々がたくさんいたのですね。それで 手に聖書を持っている人の数を数えるのです。聖書を1つ2つ、このように家族がみんな幸せに聖殿に向かいました。そして道海女先生と街を歩いたりバスに乗ったりすることがあると先生はこう言われました。ミヨン、もしあの人に伝道するならどんな話から始めるのと。道海先生はいつもどのように伝道するかについて説明して試しにやってみてと言われた時もあります。あの方のところに行って伝道してみてと言ってそれで道海先生が その方のところに行って伝道するんです。で子どもの時を今思い出してみるといつも道海先生は伝道しておられました。店にお客さんが来るとその短い間でも伝道していたのです。主の島の道を歩む前から一般の生徒だった時羊だった時神様の恵みにあまりにも感謝してただ神様と主のために自分の全てを捧げていました。聖書を読んだりメッセージを聞けばその通りに行いました。10分の1ではなく10分の2を捧げました。自分が認められたいと思い受けたいと思うこと人に使えてもらいたいと思うこともありませんでした。自分のもの自分の家族や自分の義と枠を捨てました。そしてそのところには神様と真に霊のものに満たしていきました。万民の生徒の皆さんは御霊の歩みに入るために全く性能のものとされたために自分自身を無にして捨てていきます。そして御霊に属するものを満たしていくのです。肉に属するものを捨てていくのです。そして御霊に属するもので満たしていくのです。そしてこのくらい捨てたからこのくらい満たしたからこの程度ぐらいは大丈夫だろうと思ってはいけません。それは止まることです。その時は以前の生活にまた戻ってしまう場合があります。このように頑張ったから今頃なら少しは休みたい自分の時間を持ちたいと思うようになるのです。以前捨てたものをまた受け入れたり自分の益となる方を選んではいけません。捨てたと思っても再び世のものは入ることがありますのでいつも警戒しなければなりません。ただ神の国のために御心に従って走っていかなければなりません。御霊の意味に入ったからちょっと休もうと思って止まるのではなく自分が取るべき権利も諦めて全てのことで神様に喜ばれる方を選ばなければなりません。心を慎んで耐え忍ぶ方を選ぶのです。第一コリント15-31で使徒パウロが私にとって毎日が死の連続ですと告白しているように私たちは自由意志によっていつも自分というものを無にしてそしてたとえそれが罪でなくても自分に益となるものを選ぶのではなくて神様の御心を選ぶのです。第一コリント9-17-18にもし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられた
にしても私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝える時に報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分用いないことなのですとあります。地圧的に神の働きをして栄光を返すのは天の御国に報いとなります。知られたにしても使徒パウロは使徒の務めが委ねられたので、当然福音を伝えなければならなかったのです。もし神の働き人が給料や勤務環境で不平を言うなら、そして自分の使命をやめてしまうなら、これはふさわしくありません。主のしもべの中には神様がくださったたっとい務めなので、山奥や島に行って教会を開拓して最後まで福音を伝える牧会者もいます。また世の人の中にも社会奉仕に励みながら献身する人もいます。それなのに主の働き人だと言いながら、お金や何か肉的な問題で神様がくださった務めをやめるなら、裁きの日にどうして神様の前に立つでしょうか。使徒パウロは福音を伝える時、報酬を求めないで与えました。天幕作りをして生活のために働きながら宣教したのです。ですからパウロが神様にいただく報いは、生徒に生活を支えられる権利を用いなかったことです。ある方は、主のしもべや教会の職員は神の働きだけするから報いがたくさんあるでしょうと言います。しかし生徒が世で働いて給料をもらうように、主のしもべと教会の職員は働いた代価として報酬をもらいます。ですから使命を果たしただけで報いにはなりません。そうするならどうすれば報いを受けるでしょうか。生徒が世の仕事をして時間を割いて神の前に忠実に仕えるように、神のしもべも自分がもらう報酬以上に時間を捧げて、もっと祈り犠牲にならなければなりません。反対に報酬をもらった程度の働きもできないなら、神様に責められるでしょう。いただいた以上に忠実に奉仕しなければなりません。使徒パウロはあふれるばかりに忠実に仕えたので、また生徒から報酬ももらわなかったから、それが報いになるのです。道家寺先生は新学生の時4年間仕えていた教会で伝道士として給料をもらわなかったのですが、それが開拓した後すべて祝福として臨んだのを証ししてくださいました。開拓して生徒は少なかったのですが、神様は外部の人を通してあふれるばかりに祝福してくださいました。たった7000ウォンで開拓したのですが、2ヶ月経って創立礼拝の時は講壇や椅子など聖殿の器物が満たされていました。その週神様に祈りました。ピアノが必要です、マイクが必要です、祈ればその週に誰かがピアノを検品してくださったり、マイクを検品してくださったりして、創立礼拝の時は全てが満たされていたのです。福音を伝えるのは主のしもべだけでなく、神の子供として当然すべき使命です。私たちは主が私は乾くと言われた地の代価に報いなければなりません。もしこの使命を果たさなければ、十字架につけられた主の前に顔も上げられないし、申し訳ないことです。主のしもべなくても神の子供としては伝道は当然果たすべき使命です。牧者の祈りをお読みします。父よ、私には自分の思いはありません。ただ私のうちには主だけがおられます。父の御心がどこにあるのか、愛する主の御心はどこにあるのか、いつも祈り求めております。私の心にはただ父と主と主の国と魂があるだけです。父よ、この息子の祈りをいつも聞いてくださるから、私の心で求めるのが父の御心であることを父はご存知です。私がしようとするのでもなく、私が身を結ぼうとするのではなく、ただ忍耐を持って身元に祈ってまいりました。父への愛、主の愛を思い、魂への父の御心を思いながら、一日一日勝ち抜いてまいりました。私にはどんな欲もありません。自分で身を結んだと思っておりません。自分が栄光を受けようとしません。ただこの息子は父の皆、主の皆が崇められれば、それで
幸せで、それで嬉しいです。また多くの魂が父を愛し、その愛のうちにとどまり、御前に感謝する人に変えられれば、それで満足するだけです。愛する我が父よ、私の思いはなく、私の心にはただ父と主と父の国と魂だけがあります。この息子の心の深く抱いている願いを思い、父の望んでおられる通りに栄光をお受けください。また父を信じて御心通りに生きている人々を愛してくださいました。このすべての実を結ばせてくださったので、御心によってすべてを成し遂げられ、栄光をお受けください。と道会長先生は祈りました。ただ神様の御心、主の御心を思い、生徒の皆さんのためにすべてを渡そうとしておられる方です。私は今回夏のキャンプに備えるイスジン先生の姿を見て、とても感動して恵みを受けました。夏のキャンプに備えていて、いつも告白はこれでした。私には何もしたことがありません。ただ牧者が共におられ、牧者の神の力が現れなければならないとプレッシャーを感じていたのですが、しかしそれは自分でするのではなくて、牧者が行う神の力が現れて、全世界でこれを見ている人々が癒しの御業を見て、また26度の気温を見て、体育大会とキャンプファイを見て、牧者が真実な方であることを知ることでした。牧者の愛を感じて、牧者の心を感じる夏のキャンプになるために、自分はなくなり、牧者だけがおられるキャンプになるようにと、そのように告白して祈りを積んでおられました。そして夏のキャンプの時、私はとても感動しましたが、マガジンでもたくさんの生徒が告白してくださいましたが、教育や体育大会やキャンプファイヤーの時も、道会の先生が共におられるのを感じるのです。牧師が私たちを心に抱いて、とても愛してくださり、ご一緒だった時よりももっと心に抱いてくださったんですね。それで素晴らしい天気になりました。キャンプファイヤーの時は23度でした。思う存分ジャンプしても汗が出ないようにしてくださったのです。このように驚くべきほど、その愛と証拠を見せてくださったのです。それで多くの方が証しをしています。牧者が共におられるようでしたと。ある兄弟はキャンプ場に行って、デマガジンを見たら、教育の時もキャンプファイアの時も、その他のところは周りは大雨だったんですね。それでその方が、本当に牧者の神様だと、主が来られるその日まで私は牧者と一緒に行きますと、牧者の力になりますと告白したそうです。皆さんもキャンプのことを思ってみれば、自分の心に神様の愛、万民に現れる神の力、印と不思議、牧者だけが溢れていたと思います。私たちは自分が何かをやった、何かを頑張ったと思うのではなくて、どうすれば神様に栄光を返そうか、牧者のために力になろうかと思わなければならないでしょう。ある生徒さんは夏のキャンプに初めて参加したそうです。お年寄りの方ですが、とても幸せで恵みをいっぱい受けて、それで私に告白するんです。先生、私毎年これから夏のキャンプに参加しますと。このような時間を通して、父なる神様の愛と牧者の愛が心に刻まれたと思います。使徒の心構え第2は、すべての人の奴隷となることです。使徒パウロは第1コリント9の19から20節で、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためですとあります。使徒パウロは誰にも縛られていない自由人でした。肉的にはカマリエルの下で厳格な教育を受けたし、ローマの市民権を持っていました。霊的には主を受け入れた後、完全に真理を悟り、真理はあなた方に自由をしますと、あるように真理
国にあって自由を得ていたのです。連肉ともに自由人でした。私たちが信仰の岩の上に立つ前は真理が自分を縛るようで、自分がやりたいことをできないからきつく感じるかもしれません。しかし信仰の岩の上に立つと、御言葉を嫌いらながらではなくて自然に守るようになります。ですから祈りに応えられ、喜びと平安があふれるのです。こうしてもああしても嬉しい感謝だから、すべてにおいて自由になるのです。ところで使徒パウロは、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となったと告白しています。私たちが主を信じない人々を救うためには、彼らのところに行かなければなりません。ある人は清められるために、主を信じない世の人々は全く相手にしないという人もいますが、決してそうしてはいけません。もし主を信じない人々を遠ざけているなら、どうして彼らを救うでしょうか。ユダヤ人はイエス・キリストは信じない人々でした。だからといって彼らを遠ざけていたなら、どうして彼らにイエス・キリストの福音を伝えることができたでしょうか。彼らと一緒に仕事もして、その立場になってあげて、その中に入ってイエス・キリストを伝えて、聖霊を受けるようにして、救いへ導かなければならないのです。第1コリント 9-20 節に、律法の下にある人々とありますが、ここで律法とは聖書の66巻ではなくて旧約の生贄法のことです。旧約時代にはいろんな生贄の法を決めてそれを行いました。しかし新約時代になってからは、イエス様が一度でなだめの供え物になってくださり、旧約の生贄の代わりに霊的な礼拝を捧げるようになったのです。しかしユダヤ人は今まで旧約の律法を徹底的に守るので、霊的な礼拝ではなくて律法に縛られて生贄を捧げるのです。使徒パウロは主を受け入れた後、そのような律法の行いに縛られていなかったのですが、彼らを救うために同行しながら真理とイエス・キリストを伝えたのです。塩がいろんな料理に入って自分を溶かして味をつけるように、使徒パウロもそのような塩の役割をしたのです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法の下にある人々には律法の下にあるもののように、律法を持たない者には律法を持たないようなものになって、主の福音を伝えたのです。第1コリント 9-21 節、律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たない人々のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためですとあるように、使徒パウロは律法を持たない人々、つまり神様を全然知らない異邦人にも福音を伝えるために、律法を持たない者のようになったと言っているのです。旧約は行いで守る律法で体に割礼をしますが、新約では上辺によるものではなくて、愛の律法として心に割礼をして心を清くするのです。使徒パウロはこのようなキリストの律法を守るものでした。しかし律法を持たない異邦人のようになったのは、彼らを理解して心に抱いて愛し、彼らの仲間になってイエス・キリストを伝えて光の中に導き救うためだったのです。続く22節から23節、弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。弱い人々には弱いものとなるとは、彼らのように病気になって弱くなるという意味ではないのです。彼らの立場になってあげる心遣いです。病気の人にはその心になって慰めてあげて、イエス・キリストを伝えるのが福音の恵みを共に受けるものなのです。同会女先生は相手の信仰によってそれに合わせてアドバイスをしてくださいました。例えばある生徒さんが相談に来て次のように質問します。交通事故に遭って病院に行ったら治療費が100万ウォンいるそうです。加害者が100万ウォンを払ってくれるそうです。しかしもし法的な手続きを踏むと200万ウォンをもらえるそうですが、どうすればよいでしょうかと。この時相手の信仰によって答えは変わります。初心の者なら法的な手続きが罪ではないから、それに従ってもよいでしょうと言うしかないでしょう。信仰の弱い人が200万ウォンをもらいたいと思うからそうです。もし治療費だけもらいなさいと言うなら、その信仰の弱い人はどう思うでしょうか。
相談に来ないで法的な手続きを踏んだなら200万をもらえたのに、朴先生がこう言われるから従うしかないんだ、しかし100万ウォン損したと思うかもしれません。そしてその方が聞き従わなければサタンが働いて心がとても苦しくなるでしょう。ですから信仰のない人には罪にならない線で真理を持って答えるのです。しかし信仰の岩の上に立った人なら、治療費が100万ウォンいるなら100万ウォンだけもらえばよいでしょう。もし後遺症があるなら信仰によって祈って治療癒されればよいでしょうとアドバイスするでしょう。これより信仰の強い人なら信仰によって神様に委ねて癒されてください。相手の運転のミスだったから治療費ももらわないで許してあげてくださいと答えるでしょう。その方が牧者のアドバイスに聞き従うなら神様の奇跡を体験するでしょう。信仰にあって神様が完全に癒してくださるでしょうし、そして病院で苦しみを受けながら治療を受けなくてもいいので、善の行いを持って相手にキリストの香りを伝えるからどれほど良いでしょうか。このように人によって信仰の測りも違うし、善と悪の程度も違うのを認めて、これに合わせて話をするんです。彼らの立場を理解して信仰によってアドバイスをするんです。そのためにはフィリポ 2-3 にあるように、何事でも自己中心や虚栄からすることでく減り下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあるように、そう思わなければなりません。実際相手が自分より抜く的な知識が少ないとき、どうすればよいのでしょうか。相手の知識が自分の知識より優れていなくてもそう思いなさいという意味ではなくて、その立場になって理解してあげなさいという意味です。彼も神の子供だから、ありのままの姿を理解してあげるのです。教会、万民教会にも生徒さんがたくさんいるので、それぞれ性分が違いますね。もしある生徒が憤りが多ければ、そのまま理解して、嘘をつく人がいても理解してあげて心に抱いてあげなければならないのに、彼を相手にしないで遠ざけるなら自分が高ぶっているのです。自分の方からもっと信仰を伝えて愛してあげなければなりません。使徒パウロは多くの人を救うためにすべての人にすべてのものとなりました。そのためには使えて低くならなければなりません。すべての人の奴隷となって彼らを救いへ導くためなのです。愛は与えることですが、受けようとするから文句を言ってああだこうだと言うのです。相手の意見を尊重するよりは自分の義を強く主張して相手を理解できないからぶつかるのです。新婚夫婦が牧者のところに来て挨拶をする場合があります。牧者は互いに低くなって、使えて自分の利益を求めない家庭になるようにしてくださいと祈ってくださいます。世の人は規制を制して先に主導権を握って相手を従わせるべきだと教えます。新郎新婦の方の友達がアドバイスするんです。自分が先に主導権を握ってこそこれからの結婚生活が楽になると言います。しかし真理は使えて低くなりなさいと語っています。使えの心になれば平和が壊れません。低くなって自分を犠牲にして相手に利益を与えるのです。相手の必要なことを満たして自分というものを完全に捨てるのです。しかし多くの人々は低くなって謙遜になることも難しいのに、犠牲になって相手の必要を満たしてあげなさいと言うと嫌がります。低くなるのも難しいのに犠牲になれって言うんですか。相手に合わせろって言うんですか。相手は感謝も知らないのにと言うのです。ある生徒さんの家を訪問して礼拝をしました。この方は弟さんと一緒に住んでいます。しかし弟さんがその方にいつもこれをしてください、あれをしてくださいと言うんです。そしてしてあげてもありがたいと思わないで、いつも不平不満を言っているのです。それでこの方はちょっと我慢していたのですが耐えられなくなりました。それで私のところに来て、先生いつまで私を我慢していなければならないんですかと言うんです。それで私は答えました。道会長先生は他の生徒の皆さんに施しをしたことを後悔するでしょうか。私はこんなに愛を持って犠牲になってあげたのに恵みもわからないのかと
悔しいと思われるでしょうかと質問したら、その方がいえと言うんです。東海先生は施しをしてあげたのに、その人が変えられなければもうやめようと思うでしょうかと言ったら、そうでないんですと言うんです。東海先生はそれでももっと愛して、もっと施しをしてくださり、信じて期待してくださるでしょうと。それでその方は、はい先生、私も弟に使いますと言いました。私たちは牧者の生き方を見たのですね。である時は自分だけ犠牲になっていて、相手はありがたさも知らないと思う時もありますが、しかし牧者のことを思うなら、牧者の今までの生き方を見てきたから、私たちはそれを見習ってもっと使えると思います。母親が子供のために犠牲になるように、塩が溶けて味、自分自身をなくして味をつけるように、互いに使い合うべきでしょう。マタイ 23-11 で、あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使えるものでなければなりませんとある通りです。ニューワーで使える人にならなければなりません。このような人は全ての人に愛されるでしょう。使えられるのを当然だと思うなら、これは愚かなことです。主のしもべや働き人は、生徒が御霊の流れに乗るように道を教えて、また自分が模範にならなければなりません。前から引いて、後ろから押してあげるのです。相手に使えるためには、自分というものがあってはいけません。生徒に愛されているから、自分もこの程度しているんだと高ぶってはいけません。いつもへり下って、謙遜な心で自分というものを捨てるのです。もし嫌な思いを持ったまま相手に使えるなら、その結果は良くならないんです。嫌だけど使えるのが真理だから仕方ないと思うのではなくて、心から使えなければなりません。使えるものとなって相手に合わせるためには、自分というものはなくなり、相手のために犠牲にならなければなりません。犠牲とは、他の人やある目的のために自分の財産、名誉、利益、命などを捨てることです。主のしもべは犠牲の心が基本です。自分の家族より生徒のことが先でなければならないのです。牧者は自分の家族のことより生徒の皆さんのことを優先しました。新学生の時から神様に定めた祈りを守るためには、家の行事や集まりにも行かなかったのです。生徒のために犠牲になり、家族よりももっと心を配りました。イエス様は天の栄光を捨てて全てを渡してくださり、命までもくださいました。主のしもべは、使えられたいと思ったり、名誉を得ようとしたり、自分の利益を求めようとしてはいけません。良い牧者は羊のために全てを渡します。祝福を受けたなら、生徒に分け与えて、自分は使うものがなくても生徒のために施しをする心でいなければなりません。生徒のためなら、代わりに頭を下げて許しを求めることも必要です。主のしもべがある実を結んだ時、私が頑張ったから私がやったと思ってはいけません。私は見たもの人だから、私の言うことを聞くべきだと思ってはいけません。私が相談に乗ってあげれば問題が解決されるだろうと思ってもいけません。ただ神様がなさり、神様と牧師の恵みだと告白しなければなりません。私は相手のためだと思って進めたり指摘してあげても、相手が恵みとして受けなければ、そのアドバイスによって相手の状況が悪くなる場合もあります。つまり、感謝でもって受けなければならないと知っていながらも、感謝できなくて寂しく思って恵みが落ちたりします。結局はそのアドバイスしてくれた人を遠ざけることもあるのです。主のしもべが相手のためだと思って言ってあげたことが、このように良くない結果になる場合もあります。牧者は許されない罪を犯した人や、到底理解できない人がいても、その立場になって理解してあげようと思いました。そしてある時は、感謝を持ってアドバイスを受けられない人もいたし、何度も言われるから恥ずかしく思って隠れる人もいたのですが、そのような人に牧者はその信仰の計りに合わせて手を
取ってあげて、よくやったことがあれば褒めてあげて元気を出すようにしてくださいました。相手が悪い感情を持ってつぶやいても誤解を解いてあげようと思いました。牧者の心になるためにはこのような姿勢でいなければなりません。相手が小さいものだからといってむやみに指摘して無視してはいけません。命に導くために忍耐を持って待ってあげるのです。会員の現場で捕まえられた女性についてイエス様はどうなさったのでしょうか。自分に石を投げる人々にステパノはどうしたのでしょうか。律法通りに処罰して許さなければ生き残る人がいるでしょうか。どうすれば命を与えようか、機会を与えようかと許すのです。こうして生徒が変えられていけば神様に喜ばれるでしょう。主のしもべは生徒と一つになってこそ多くの実を結べるから、誰ともぶつかってはいけません。働き人も同じです。自分を非難する人がいるなら仕えてあげて抱いてあげるのです。私たちの神様主牧者がそうなさったようにです。その相手の立場を理解してあげるのです。どれほど辛いんだろうと。人の生き方は自分のためではなくて生徒のための生き方です。例えばある祝宴に招待されていくなら、ほとんどの人々は好きなものを選んで食べます。それで人気のあるカルビのような料理はすぐなくなって、よくおかわりをしなければなりません。バイキングに行ってみればおいしいものはすぐつきますね。ところで牧者は自分に出されたおかずをまんべんなく召し上がるのです。野菜もキムチも他の料理も好き嫌いせず食べるのです。主のしもべと働き人として使命を果たして相手に合わせるためには偏食も直さなければなりません。個人の好みを思わないで、好き嫌いをしないで何でも食べるんです。相手が料理を心尽くして作ってもてなしするなら何でも美味しく食べるのです。食事をする姿や口の言葉、表情や教養など相手の立場を思い合わせて多くの人を抱いていくのです。自分が正しいと思うだけでなく、もっと深い善と愛を持って相手の信仰に合わせているのかをいつも顧みなければならないでしょう。人の心構え第3話、あらゆることについて自制することです。第一コリント9の25節、また討議する者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。とあるように、私たちは朽ちない永遠のものを慕っています。オリンピック競技を見れば、数十人が競技に参加しても金メダルを取る人は各種目で1人または1つのチームだけです。今アジアンゲームをしているんですが、使徒パウロはあなた方も賞を受けられるように走りなさいと言っています。そうするためにはまず競技に参加しなければならないでしょう。参加して最後まで走った人には参加賞でも与えられますが、最初から参加しなかった人や途中で諦めた人はメダルを取ることはできません。ですから私たちは福音の恵みを共に受けるものとなって、最後まで走って金メダルを取るために努力しなければなりません。天国の門に向かって出発し、今はゴール地点に近づいています。最終目標は金メダル、つまり金の冠を受けられる新しいエルサレムだから、そこを目指してもっと前進しなければなりません。天国は相対評価ではなくて絶対評価です。愛の神様は天国を備えてくださり、地上でのように一人だけに金メダルをくださるのではありません。一生懸命労苦して神様が望んでおられる資格を備えた人なら、誰でも皆が金メダルを受けるようにしてくださるのです。25節、また討議する者はあらゆることについて自制しますとあります。例えばボクシング選手はチャンピオンになるために厳しく訓練を受け、食べるのを自制して体重を減らします。多くの運動選手がそうですね。階級によってそれに合わせて最高の競技力を上げるために試合の当日まで苦痛に耐え抜くのです。
フィギュアスケーティングや体操、バレリーナなども同じです。もっと軽く柔軟な動作と美しいラインを作るために徹底的に食事を制限しながら、同じ動作を数百数千回も練習します。私たちも同じです。主の美しい花の芽として新しいエルサレムに行く資格を備えるために、自分が楽しめる世の娯楽や趣味、遊びも自制して祈り、神様に時間を捧げます。憤りと悪い感情が動き出す瞬間も我慢して自制します。それとともに罪と戦って血を流すまで抵抗して捨てていくのです。ところで世ではチャンピオンになって金メダルを取ったとしても、結局この地上では一瞬の名誉だけです。しかし私たちは天国で永遠の栄光を受けるようになるでしょう。地上ではその栄光は永遠のものでもなく、信仰によるものでなければ神様の前では何の価値もないものです。ですから誠の信仰のある人々はそのようなものを羨ましく思わないのです。この地上での名誉や権勢を羨ましく思わないで、ただ天国の金の冠、木の栄冠、命の冠など朽ちない冠を受けようとあらゆることについて自制していくのです。使徒パウロは26から27節で、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。苦を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことをないためですと言って、恐れおののいて救いの達成に努めるようにと今しめています。走る時には目標があります。マラソンにも確かなゴール地点があるし、決まったコースがありますね。いくら一生懸命走ったとしてもコースから外れてしまえば、いくら速く走ったとしても無駄です。ボクシング選手が試合をする時、いくら正確な姿勢でパンチを打ったとしても、相手の選手ではなく空を打つなら勝てません。このように私たちも真理にあって確かな目標がなければなりません。マタイ 7-21 に、私に向かってしようしようという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですとあるように、神の御心通りに行わなければなりません。そうしないで、ただ忠実に仕えて奉仕したからといって天国に行くのでもないし、信仰の金メダルを取るのでもありません。それなら神様は私たちにどんな忠実と奉仕を望んでおられるのでしょうか。まずは心が清められて真理にあって忠実に使えるようにと望まれます。ある人は心に悪い感情を抱いていながら肉的に奉仕はします。誰かがよくやると妬んで、その人より先に立つために頑張ります。自慢しようとします。これは神様に喜ばれません。いくらたくさん奉仕しても真理にあってでなければ平和を壊してしまい、神様の栄光を遮って争いを起こすでしょう。こうすると神様を信じると言いながらも真理の中に歩んでいないから、神の働きをしたとしても裁きの日に神様は、私はあなたを知らないと言われるのではありませんか。ですから私たちは御心を確かに知って、それに従っていかなければなりません。ある働き人がこのような話をしました。先生、私は特別ダニエル祈祷会の後から今まで毎日昼の祈祷会もそしてダニエル徹夜祈祷会にも参加しています。今自分ができることは祈りだけだから一生懸命してきました。そうしていたら同会長先生のことがたくさん思い浮かんで、牧者の心と善と愛を心に刻まれて、頭の中には善、相手を理解すること、そして平和を保つこと、善を行うことだけが心にまた頭の中にいっぱいですと証しをしてくださって、私も感謝でした。皆さんは今のこの時間どのような心でいるのでしょうか。よく走っている方なら真理でないことは聞くことも話すことも見ることもしないでしょう。ただ牧者がどのように生きておられたのか、牧者の善を思いながら走っていくでしょう。牧者はどんな生き方をしたんだろうと、私もそうです。36年間の牧者の生き方を振り返ってみるのです。ただ主のために、神の国のために生きておられたのです。それで私はもう一度
素晴らしいと思って、その生き方に見習っていこうと思うのです。私はなんでそのようにできなかったんだろう。主の召喚なのにもっと忠実に仕えていなかったんだ。私は錯覚していたんだと悟るのです。牧師はこの世に施しをしてこの世に仕えてくださったのにと思って自分自身を顧みています。生徒の皆さんも牧師の生き方と自分を比べてみて自分の欠けているところを満たす皆さんとなりますように。福音を伝える時も自分が真理の中を歩みながら伝えなければなりません。自分が罪と悪の中で生きていながら神様を信じなさいと言うとそれは偽りです。使徒パウロは他の人に述べ伝えても自分自身が失格者にならないために自分の体を打ち叩いて従わせると言っています。自分を捨てるというのは主人の心に従うために肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢を捨てて自分の枠を打ち砕くことです。どんな情欲も欲もなく自分の好みもなく、ただ主の御心に従うことです。御心が生きることなら生き、死ぬことなら死ぬのです。人間的な情や私的感情は捨てます。ですから働き人を立てる時も自分と私的に親しい人ではなくて、自分と何の付き合いもなくてもそのことに適した人がいるならその人を選ぶことが神様の前でふさわしいことでしょう。父なる神様は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまいなさいと言われました。生徒に飲み物を一つをもてなしされても謙遜な心で感謝しなければなりません。当然だと思って使えられたいと思ってはいけません。私が教えてあげて祈ってあげたから私に巻くのは当然だと思ってはいけません。ただ私は道具であり神様がなさったと思わなければなりません。教会の行事を進めるとき主のしもべが財政についていちいち干渉したり生徒を悲しませりしてもいけません。恐れおののいてその使命を果たさなければなりません。神様の道具として御心が成し遂げられるために働くのです。自分の思いと枠を捨てないことも神のしもべとしてはふさわしくありません。口では神様に委ねると言いながらも人に頼ってはいけません。いつも自分がしたことは無にしなければなりません。自分は主人の心にかなう行いをしているのかをいつも顧みなければなりません。祈りながら自分を顧みて神の御心を探し祈りで任せなければなりません。私たちは信仰の計りはいただいたのですが霊的に鈍くなっているのではありませんか。以前は信仰の岩の上に立つために御霊の歩みに入るためにどれほど断食して祈って頑張ったでしょうか。涙で祈りながら断食をどれほどたくさんしたのでしょうか。そうして御霊の歩みに入ったならもっと深い段階に入るためにはもっと努力しなければなりません。努力しなければならないのです。神様が嫌われることは探して捨てて喜ばれることを探して行って善を積んだその時のことを思い浮かべて今もそのような労苦と努力を続けて霊的に邁しないように気をつけなければなりません。毎日新たに霊的な段階を突き抜けていかなければなりません。また神様に祈って伺わなければなりません。ヨシュアはギブオンの住民が計略を巡らして欺いた時神様に伺わなかったのです。自分の思い通りにしてしまったのです。それでどうなってしまったのでしょうか。ヨシュア9の3から6です。しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞いて彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋とロバに押せてくつろった古い履物を足に履き古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでくださいと欺きました。古びた袋、古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋、そしてつぐろった古い履物、古びた着物を、そして乾いたパンを見せるのです。
そして欺くのです。もしこの時ヨシュアが神様に祈り伺ったなら、彼らが欺くのを神様が教えてくださったでしょうし、輪を講ずることはしなかったでしょう。しかし自分の思いの中で神様に伺わないで生かしておいたので、これが罠となってしまったのです。主の働きをする時はダビデやモーセのようにいつも神様に祈り、その御心を探さなければなりません。私たちには聖霊様がおられますが、時には聖霊様より自分が先に立とうとする場合があります。いつも自分自身を顧みて神様をよそにして自分が先に立たないのか顧みなければなりません。神様に喜ばれることは何なのかを探して行うのです。真には完全な従順と使いを求めます。ですから人の心構えでいるためには、いつも自制して心の活礼をしてかけたところを満たしていかなければなりません。いつも火のように祈って神様の御心が何なのかを探さなければなりません。結論です。使徒の心構えについてメッセージを整理して、道梶先生のことをたくさん思い浮かびました。天国を望み、この地上では全ての自由意志を諦めて、ただ御心だけを行った牧者です。36年間毎週主日になると、夕方には祈りの家に行って金曜日まで祈りで生きた牧者です。2010年からはもっと悲しみを持って涙でその日々を過ごしました。自分の休暇もなく、愛する人と会う時間も諦めて御心だけを探しました。いつも神様の御心通りに行いました。今日は使徒の心構えについてのメッセージで、使徒パウロの例を挙げて、第一、使徒パウロは自分の権利を持ちなかったこと、第二、全ての人の奴隷となったことについて伝えました。牧者は小さい子供にもその目線に合わせてくださいました。例えば人々が並んでいて握手するとき、子供たちは大人たちの間に挟んでいますね。それでよく見えないんですが、道海先生はその小さい子供の手も握ってくださるのです。お年寄りの方々が暑い時悩むのではないのか、寒い日転んで怪我するのではないのか、いつも心を配ります。信仰の弱い人々の立場になって理解してくださる方です。使徒の心構え第3は、あらゆることに自制することです。牧師は自分のために使うのはいつも自制して節約して、多くの生徒に施しをして、自分の時間も自由意志も神の働きのために捧げてきました。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとあるように、私たちの基準は自分がこのくらい変えられた、自分は頑張ったと思うのではなくて、主の歩まれた道、牧者が歩まれた道を基準にして、それを見習わなければなりません。人たちの心構えを見習うのです。今この祝福の時間、私たちは牧者を思っているでしょう。私もそうです。もっと相手の心になってあげよう。私を攻撃する人に対してどれほど辛いんだろう、その立場になってあげようと祈りながら、神様の深い御心を探すのです。もっと善を行いたいです。もっと理解したいです。愛したいです。私たちは牧者の生き方を見習って、主の生き方、昔の信仰の人々の生き方を見習っていかなければなりません。自分が一生懸命やったことは無にして、神様の御心を探して、より深い善と愛の心になるために、自分を捨てて自制していくのです。そうすると天国で報いを受けるだけでなく、この地上でも父なる神様に支えられ、愛されるようになるでしょう。神様がいつも共におられ、守ってくださり、信頼してくださる人になるでしょう。そのような愛する生徒の皆さん、そのような使徒の心構えで生きる皆さんになり、神様がくださる祝福を思う存分受けますように、メッセージを覚えて祈ります。愛の父なる神様、感謝いたします。使徒の心構えについて伝えました。自分自身に権利があっても持ちなかった使徒パウロのように、また牧者のように見習っていくようにしてください。ある人は格式があり、立法をたくさん知っている人もいます。信仰が強い人もいるし、弱い人もいるですが、使徒パウロは全ての人のために、全てのものになって奴隷となって使えました。
私たちもそのような心構えでいるようにしてください。自分がやったと思わないで自分を無にして神様に喜ばれる人となって毎日自分が死の連続になって自制していく私たちとなるようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された東海女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして初めの光で働いてください。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、死栄症、うち病、躁うち病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。精霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと死の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。韓日参照歌102番を賛美しながら用意した金金を捧げます。韓日参照歌102番です。
만민뉴스 発行のお知らせです。853号만민뉴스が発行されました。第一面には GCN 放送を通して世界の各地から만민夏のキャンプに参加した生徒たちが時間と空間を超えて癒され答えられたニュースと、ロシア牧会者のキャンプに参加した感想が。第二面と三面には上からの知恵シリーズ3回目、寛容の知恵という命の御言葉が。第4面には万民夏のキャンプを通して心臓疾患が癒されたペルー万民教会アメリカ生徒とアトピー性皮膚炎が癒された高山宣教会キム・イェリム姉妹の証が載っています。第18回
聖国奇事大会の予選のお知らせです。1次予選は8月26日主日に二部大礼拝の後本聖殿と第二聖殿であり、第2次の予選は夕方礼拝の後あります。식사를하시고2부대예배후곧바로본당및이성전으로모여주시기바랍니다。予選に参加する人は2部礼拝が終わってからすぐありますので、1部礼拝に参加して予選に参加できますようにお願いします。男性選挙会からお知らせしました。捧げた献金のために祈ります。父なる神様、10分の1献金捧げます。いろいろな感謝献金、誕生日施し、参上献金、建築献金捧げます。喜んでお受けになり、親しく安心して押し付けゆすり入れあふれるまでに祝福してください。心の願いを叶えてくださり、求めと祈りを聞かれ答えてください。家庭職場を守って祝福してくださり、10分の1献金が増し加えられ、感謝の条件があふれる祝福を与えてください。30倍60倍100倍以上に祝福してください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りで、金曜徹夜一部礼拝が終わってから30分間生徒の交わりをして、2時10分から中尊厳執事の導きで2部の賛美と祈りの時間があります。主の祈りをして、金曜徹夜一部礼拝を終わります。天に増します。我らの父を願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それは命与える救いの